あー暗いね。はい、というわけでどうも、久々ファミキャンということで、母だテカテカだな、若いな、まだテカテンね、油ぎっしゅ。というわけでどうも、かちゃんねんのカズです。こんばんは、エリです。エリちゃんです。はい、というわけで、本日ファミキャン、どんだけぶりだろうね。ファミキャンはめちゃくちゃ久しぶりだよね。こうやって屋外でやるの、コロナが入ってからやってないもんね。ちゃんと1年半ぶりとか2年ぶりぐらいになるんじゃないのかなと思います。で、今日はもうご飯を食べ終わったんで、今ちょっとお風呂だけ入ってねんねして朝ご飯食べて、明日子供たちは保育園という。大変ね、あなた明日保育園だって。今日しかさ、天気がまだマシなのなかったから。昨日の夜か、昨日の夕方前です。はい、はい、そうです。というわけで、お父さんはお仕事に戻るという、キャンプの翌日もお仕事ということで、楽しく行きましょう。え、マシュマロ、マシュマロは明日です。ケイちゃんはいる？ケイちゃんです。ケイちゃんあとエリちゃん、胸の見せてあげな、それ、そのギア。さっきぶら下げられたんですけど、これ持ち歩ける女優ライトみたいな感じで女優ライトの向きこうですか？いや、でも明かりきついで、エリちゃん、はい、シワが結構バッてきてます。あ遊ばんでいい、遊ばんでいい。はい、というわけで、もういい、もういい、エリちゃん行こうか。あー眩しいし、あとでなら、あげるね、持たせてあげるから。はい、はい、というわけでお風呂行きますか。ざっと片付けも終わったしね。はい、さあ、というわけで行きます。いい子、よっしゃ、もう一回レッチラゴーでーす。はい、みんな行くよ、虫触らんの。カメムシに夢中やで。あ、ここらカメムシ大丈夫なんです。虫怖いって言ってんのに。カメムシにこう触らんでいいの。触らんでいいの。なんで泣かないでよ、キャンプテントで。あ、また。あ、コイもいた。楽しそうやな、あんたら。行くよ。ジュンさん、さて着いた。あー真っ暗、奥に見えるの、漁船ですね、イサリビの、明かり結構明るいんですよね。なんかイカでもなんか取れるのかなっていう。ついてきてください、みんな。よいしょよいしょ。ほんなら虫さん入ってきちゃうから、早く中入るんだよ、わかった？みんなお父さんですよ、何してますか？なんで真っ暗になってんのこれ。やっぱ片手だから。何してる？よいしょ、よいしょ。じゃーんと秘密基地だね、これ。めちゃめちゃ広いよ。ダブルが一つ、シングル一つでございます。ほんで寝心地についてはもう完璧。これ先日案件でやった方の、ブレインスリープの、マットレスでございますね。ほんでこれがね、エアウェーブのやつでございます。はい、まあ両方ともね、素材的には結構似てるんだけど、自分はね、こっちの方で寝てます。自分はね、お父さんでーす。あーガオー、どこ行った？あーガオー、ガオ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 、おやすみ。おはようございます。朝の5時半、日の出ぐらいの時間です。よいしょ、はあ、いい朝だ。5時半でご飯食べ始めが19時、暇。ソロキャンならもうね、今この時間にご飯食べ始めて、食べ終わったら6時過ぎから撤収してみたいな、でもう7時には家にいるみたいな。それ考えると平日でもキャンプ行けるよな。月1でちょっと行きたい気もするかもみたいな。だったら子供のね、準備間に合うし、ソロキャンありかもしんないね。今エリちゃんもちょっと起きたみたいで、コーヒー欲しいと。で、今回ファミキャンってことですげえ手抜いてるんですよ。いろいろめんどくせえなと思って一切用意しなくてね、コーヒー要素、コーヒーでしょと言われました。はい、というわけでコンビニまで行ってきます。
決して近くはないんだけど、いや本当にねいい場所よ、本当にいい場所。よいしょ。濃いめのコーヒー、あとライズアップのプリン、罪悪感が少なめになります。朝焼けに数、あーうまい。あのコンビニぐらいのなんかバチバチのなんだろう苦味とか好きなんですよね、アイスコーヒーをはじめ。さてなら帰ったらそろそろ、まだかな、まだ子供たち寝てるから帰ったらそろそろね、ホットサンドの準備とかし始めてモーニングしますか。うーわでも気持ちいい、いい朝だこれ。なんで昨日晴れなかったんだよ。よいしょ。いえ、あーイケメン、朝からコーヒー飲む数イケメン、気持ちいいな。やっぱ海やで、海やな。今カズさん待ってる間瞑想とかヨガしちゃった、ね、糖分しちゃったみたいな感じ糖分しちゃった、糖分しちゃったってヘベロみたいな。じゃあ気持ちよかった。寝てる間はさ、うわー波の音気持ちいいみたいなレベルの波じゃなかったんだよね昨日。ちょっとバシャンバシャン言ってるけど、あの映画の最初ぐらいのザッバーンみたいな、って感じ、東方って東映じゃないの、東映か、東方だけ忘れてたけど、あんな感じでバッサーンバッサーンだったから、うん、だいぶ落ち着いたね朝。あー全然寝れませんでしたわ。はい、いや本当にだってすごいね君たち。うん、私以外の家族即寝でしたから。早かったよ、いや全員早かったよ。早やろ。でもだってこれで寝れんかったらさ、山で寝た時どうすんのって。アニマルがさこう砂利道をジャリジャリジャリって周りでジャリジャリなんか物音聞こえるんだぜ。絶対寝れんじゃん、そんなそんな中寝るの。そんな中寝る、すっごいよね。ただやっぱりカズさん、やっぱ頭タッチされた時には、動物の頭タッチの時はゾワってして、いやその話を思い出しただけで怖かったよ昨日。いやこの状態でカズさん頭触ってされたんかと思ったら、うん、いやもっともっと狭いでさ、あんぐらいの大きさのテントやったらなんかざわってされて突撃されるまでにまだちょっと時間あるでさ。そういう問題じゃないんだって。もう身動き取れん狭いテントで寝てたで、怖かったなって怖かったなじゃないよ、うん、いやでも朝は最高、散歩もしちゃったしさ、なんだこの極楽は。うん、いいな、こういいな。周りキャンプはできんのかな、これこれやっぱり人数限られちゃうで、1組、2組、3組、広々取るんやったら3組はいけるけどね、1日3組3組ぐらいいいね。いや1組は逆に怖い、1組は怖いだろうから1組怖いね。うん、1組誰かと一緒にやりたいね、やっぱり2ファミリー、3ファミリーぐらいと。やっぱ3ファミリーだね、3ファミリーだね、大きさ的に3ファミリー。え、すげえ、3つしかテントの置けないキャンプ場、いいね、うん、いいよね、これはいいわ、いいよね。じゃボスに提案しとこう。はい、というわけでもうちょっとしたら作るか。そうね。はい、さてからの子供たちは寝てます。よいしょ。あれチータン、おはよう。いっぱい寝た？いっぱい寝た人。あれ、ひーちゃんも来た。早っ、起きてきたな、6時半や。二人とも。ふえ、保育所間に合うわ、朝の保育所。はい、おはよう、ひーちゃん。おはようございます。いっぱい寝た？キャンプ楽しかった？お母さんどこ行くの？お父さん？お父さんじゃないの？バイバイ。で準備しよっか。てててて、めっちゃなんか上乗ってただろ、潰れたパン作っていこう。さあ久々の登場。かわいいよねやっぱこれ。おお、オッケー、あったかい。じゃあ焼いていきます。マシュマロパンがいい人。マシュマロ、はい、なマシュマロチョコね、これで今できるからね。はい、なギュッて締めてみ、ギュー、あ、オッケーです、ありがとう。な焼いてきます。これいいんだけど、複数人家族いるときはね、最初焼き上がりから最後の人焼き上がりまで10分近くかかると思うから4人ぐらいいる一つやっぱ 1,2 分は楽にかかるよね。オッケーかな。というわけでいくよ。てれーん、おいしそう、両面いい感じ。はい、みんな、さて
カズさんの分、潰れたパンでやったやつ、ギリ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 包めたって感じで、パクパク美味しそう。おお。チーターさん、昨日の話してあげたら、夜夜なんかあったの？やらにイルカがいた。イルカがいた。あら、背中に背びれついてたやんな。なんで、いただきます。うまっ。美味しいですか？美味しいわ。とろっとろに溶けたマシュマロ美味しい。キーちゃんは？キーちゃんも起きたの？いる、なんか。おはよう。おはよう、ケイちゃん。起きてたね、ケイちゃん。おはようございます。はい、ゆいちゃんさんは？はい、私が持参したのはこしあんなんですけど、はい、これ、つねさんからこの間送られてきて。あ、つねさんからプレゼンツなんか、これ。送られてきた。今、リモートワークだからね。はいはい。お友達さんがこだわって作ったこしあん、お菓子屋さんなんだって。また抽象的やん、こだわっては。そんなこと言わんといて。でもこの間食べたらすっごい美味しかった。能登だって。ああ、こだわってっていうか、まずはその能登の大豆を使ってるね、小豆を使ってるっていうものでございますね。はい、能登小豆でございます。はい、はい、こちらを入れていきます。あんサンドです。あ、バターも欲しかったとこやね。うん、オッケー。まあ、この前ね。どうですか？美味しい、最高。よかったです。さあ、というわけで、あとは撤収でございます。終わり。はい、という感じで久々の、ファミキャン、こんなところで終わりにしたいなと思います。あー、気持ちよかったわ。やっぱ天候とかしっかり選んで行くキャンプが一番っすね。雨、天候がね、雨とかだったらやめる。で、天候がよく、風が少なかったらやる。で、すごい、あの、楽しさの違いが。ただその日しか休み取れないよっていうパターンもあるかと思うんですけど、自分の場合はね、そこを避けることがある程度はできるので、まあこんな感じでファミキャンの時は特にね、悪天候、阻止しながら、やっていきたいなと思います。というわけで、またお会いいたしましょう。バイバイ。